梅雨時の晴れ間に沼津のお寺へ紫陽花鑑賞に出かけました。今年の紫陽花は花つきもよく、海の青さとの色合いも見事です。この場所は伊豆半島の付け根。お寺は三方が山に面し、西風北風を避けられる高台です。場所は沼津市江ノ浦の小光寺です。嘉永7年に下田港のロシア船リアナ号が津波で大破。辺田港に向かう途中、大風にあって乗員は江ノ浦港に避難し、小光寺に宿泊しました。小光寺のご本尊は聖観世音菩薩。お寺の本山は京都明神寺です。小光寺は武田家、江ノ浦七人衆の岡田家が建立。境内の手入れもされていて、住職の人柄が忍ばれます。住職は石加工が得意なようで、石板、石像などが多数あります。巨大なクスノキが鎮座しています。この根元はトトロのねぐらです。上段の大日堂へ向かいましょう。よく整備された紫陽花庭園のしつらえになっています。本堂との間の斜面は一面が紫陽花です。眺望の先には江ノ浦の海の青さが見られます。海の青さと紫陽花がバランスよく映えます。中央の先端は鹿野川放水路の口の方面です。境内の紫陽花は500株以上。住職が約40年前に10本を植え、家族と共に徐々に増やして現在に至っています。紫陽花と紺碧の海との遠近感、立体感は限りなく素晴らしい。ぜひとも後世に引き継ぎたい風景です。